メジャーリーグで活躍する大谷翔平がブルージェイズ戦で3試合ぶりの7号ソロを放ち日本出身の選手としてロサンゼルスドジャース在籍時の最多本塁打記録に並びました彼の活躍は大ブーイングの中での先制弾という注目すべき瞬間でもありましたこのビデオでその試合の興奮と感動を振り返りながら大谷翔平の偉業に焦点を当てます 大谷翔平は26日に行われたブルージェイズ戦で敵地であるトロントのファンから大きなブーイングを受けながらも1体表の初打席で7号ソロを放ちましたこの一打は彼の日本出身の選手としての新たな記録となりドジャース在籍時の最多本塁打記録と並びました試合開始直後敵地ファンの大ブーイングに包まれた中大谷は堂々とバッターボックスに立ちました そしてカウント1、1から内角のスライダーを見極め、右翼席への強烈な打球を放ちました。その瞬間、球場は枠立ち、大谷の笑顔がベンチに戻るまで広がりました。彼の強さと冷静さがこの場面で際立ちました。大谷の活躍は単なる一打に止まりません。以前から目標に掲げていたロバーツ監督の最多本塁打記録に、 加入後わずか28試合で並びました彼の成績は単なる個人の偉業ではなくチームとファンにとっても大きな喜びとなりましたしかしながら大谷の成功に対する歓声とは裏腹にトロントのファンからは大きなブーイングが巻き起こりました彼がエンゼルスから FA となった際トロントへの移籍が噂された際には飛行機に搭乗したという誤情報も流れ 班の期待が高ままっていましたしかし、その後の獲得には至らず、彼の出場に対する反応は冷たいものでした。それでも、大谷は冷静にプレーし、ブーイングの中でさえも力強い打撃を見せつけました。大谷翔平のメジャーリーグでの活躍は、日本中に大きな感動と興奮をもたらしています。彼の3試合ぶりの7号ソロは、 日本出身の選手としての新たな記録となりドジャース在籍時の最多本塁打記録と並びましたその一打は大ブーイングの中での先制弾というと期筆すべき瞬間でもありました大谷の成功は彼の努力と才能そしてファンとの絆の賜物です彼はブーイングの中でも冷静さを保ち力強いプレーでファンを魅了しました 彼の今後の活躍にも期待が高まる中彼の名前はさらにメジャーリーグ氏に刻まれるでしょう。